福岡出身4人組バンドヨナオ。2017年結成、2019年シングルミルクチョコでメジャーデビュー、2022年メジャーサードアルバムヨナオハウスをリリース。この年彼らは上京し、通称ヨナオハウスという家で4人仲良く共同生活を始めている。ここでメンバーご紹介。ボーカル新谷翔太、歌が好きなのかいつでもどこでも歌っている。最近は映画ハリーポッターを全話見て魔法のある暮らしに憧れるなどして活躍の場を広げている。得意な料理はだし巻き卵。ギター斉藤優也、酒が好きなのか出かけた際帰る頃には必ずと言っていいほどベロベロになるなどして活躍の場を広げている。最近は自身の写真展を開くなど音楽以外でも幅広く活動している。得意な料理はマリトッツォ。ベース田中聡。お笑いとポケモンが好きなのかペペロンチーノを作るなどして活動している。最近は飛躍的にペペロンチーノの腕を上げメンバーに絶賛されるなどして活躍の場を広げている。得意な料理はペペロンチーノ。ドラム野本隆文。とても頭のいい性格。温泉が好きなためか最近は白湯にハマっており、お湯8、水2の割合にこだわるなどの才能を見せ世間から注目を浴びている。皆さん、素敵な音楽で世界制覇を目指すバンドヨナオ、要注目ですよ。